8cm 口径のフルレンジスピーカーユニット。フルレンジスピーカーは低音から高音までを1種類のユニットで賄う前提の設計のスピーカーユニットオアスピーカーシステムである。ユニットを指してはワイドレンジユニットといった語もある。スピーカーシステムとしては振動板が1個という意味でシングルコーンという語もある。複数の異なる設計のユニットによって 音域を分割する方式を指すマルチウェイに対する語でもあり、後からマルチウェイが現れたことによるレトロニムでもある。長所としては単一のユニットのみを使うスピーカーシステムでは理想的とされる電音源に近いこと、マルチウェイでは不可避なネットワークと呼ばれるローパスオアハイパスフィルターによる位相変化がないことなどが長所である。マルチウェイのネットワークでは クロスオーバー周波数に設定されがちな 100Hz から 5kHz という楽音で重要な音域で位相が保存されるためステレオ再生での定位感が優れているボーカルの自然な再生音が得られるとオーディオマニアは主張する。短所としては低音と高音の限界がマルチウェイ方式によるそれぞれの専用ユニットと比べて低くなることや単一ユニットでは音量にも限界がある。 広域に関しては、ある程度の大きさのアルコールを高速に振動させようとすることから来る、共振現象による分割振動の問題がある。分割振動により、広域の平坦性や歪みなどの位相特性が悪化すると、オーディオマニアは主張する。合計出力を上げるためなど、同一種類のフルレンジユニットを多数並べ、同時に鳴らすといった構成もある。 マイクによる音声が主体の講義室、体育館などの PA 設備ではラインアレイという方法が取られる。音楽ステージ用にフルレンジが多数使われた例として、かつてはシドニーのオペラハウスなどがあった。ダブルコーンのフルレンジスピーカーユニット広域特性を改善するために、高音用にスピーカーユニットの振動板の中心部分を軽く固く作っておき、 ある程度以上の周波数では主にその部分の身が働くという方式もある。メカニカル2ウェイなどとも呼ばれるが、いわゆるマルチウェイというよりはフルレンジの一種として扱われている。ダブルコーン、デュアルコーンと呼ばれるものもこの類である。再生帯域はマルチウェイにはやや及ばないものの、交体域にて位相特性も良く、バランスの良い再生音が得られるなどとされている。 フルレンジシステムの改善として超広域のスーパー、サブウーファーは別筐体のいわゆる 2.1CH などのシステムの 0.1CH のようなスタイルで追加するのも手である。低コスト、小型という利点からテレビやラジカセ等のオールインワン機器のスピーカーシステムなどには多い。ただし、それらでも大型のものではマルチウェイも多い。サラウンドなどの追加チャンネル用のスピーカーも フルレンジが多い。また、ノートパソコンやタブレット、スマートフォン、フィーチャーフォン等の情報通信機器等の内蔵のスピーカーなどといったものもある。一方で、オーディオ用として高性能を歌うことで高価格とした製品もあり、1本が10万円を超える高価なものも存在する。従来のスピーカーは、周波数領域の再生を重視していたと主張し、 時間領域の再生の重視を提案、主張しているタイムドメインスピーカーもフルレンジを比較的重視し採用している。システムとしては BOSE901 シリーズはフルレンジユニットを9個使用し、さらにはイコライザー機能を加えた比較的高級なスピーカーとなる。Hi-Fi 再生用のフルレンジが現れたのはステレオ録音や FM 放送が 本格的となった1950年代以降のことであり、当時は 70Hz から 15kHz の再生周波数が再生できるものを指していた。ウエスタンエレクトリック社の 755E、JBL 社の LE8T、ダイヤトーンの P-610、松下の 8PW1、福音電機の PIM-8 及び PIM-6、ラウザー社の PM6A などはこの時代に開発された。 ものである。自作オーディオにもネットワークの不要なフルレンジのシステムは魅力的である。そのためかつてはメーカーのほとんどがフルレンジのスピーカーユニットを製造を販売していた。オーディオ誌の多くには自作スピーカーのページが裂かれ、特に長岡哲夫の設計したバックロード保温型のエンクロージャーは今でも多くのファンが存在する。二0二0年現在の日本では スピーカーシステム自作向けの手頃なオーディオグレードの完成品スピーカーユニットを市販しているブランドは、フォステックスやパークオーディオ、エアウェーブ、クラレットオーディオがある。フォステックスでは自作入門向けのフルレンジの製品群を2010年前後から充実させてきている。また自作オーディオ用のスピーカーユニットとしては、スコーカーのラインナップが薄いため、マルチウェイのスピーカーの自作では、例えば、 スーパーツイーター、フルレンジ、サブウーファーというユニット構成としたり、フルレンジのユニットとネットワークの組み合わせで、高音、低音をカットして、スコーカーの代用とする場合がある。ありがとうございます。